はい、おはようございます。五郎でございます。3月21日火曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言は、可能性を信じることから生まれるものということで、解説文を読んでいきたいと思います。新しいことを成し遂げられる人は、自分の可能性をまっすぐに信じることができる人だ。可能性とはつまり未来の能力のこと。現在の能力でできるできないを判断してしまっては、新しいことや困難なことはいつまでたってもやり遂げられないということなんですけどもね、これ意外と、まあ結構僕の周りでいくと、結構起業したりとか、そういう人が、起業家気質みたいな人が多いので、結構新しいアイデアとかぶつけると、あ、結構いいねそれとか、でももうちょいこういうふうに変えた方がいいんじゃないっていう感じで、こう、新しいことに対して、需要する能力が高い人が結構多いんですけど、まあ、普通って言ったらあれですけど、大体はそういうなんか新しいことを考えてんだけど、これどう思うっていうと、ほぼ9分ぐらい反対されるというか、それ無理だよねって、大体無理だよねって言われることが圧倒的に多いですよねと。うん。なので、まあ僕も今仕事から結構、新しいプロジェクトを立ち上げるみたいなことが非常に今多いんですけど、もうほぼほぼそのメンバー選びでほぼ決まるかなと思っていて、その、まだ誰もやったことのないようなことに対して、いきなりこう、のっけから、それ無理でしょみたいな、まあ当然無理なところはあるにせよ、なんか可能性を感じられるような人じゃないと、なかなかやっぱりいいチーム、最初の特に01の時のチーム作りでいくとなかなかできないかなっていうのは、感じているので、まあその自分の可能性を信じるっていうのもそうなんですけど、何かをこうやろうと思ってた時に、一緒に可能性を信じてくれる人をいかに探すかが、結構できるかできないかの極みかなというふうに最近思ってる頃でございますということで、今日も頑張ってまいりましょう。